当然寺は、茨城県小賀市二霊にある新言集豊山派の寺院、佐島坂道三十三館の御霊場の第八番及び茨城百八地造霊場の第四十六番である。平安時代末の文治五年、里藤法により、回帰された。小賀市の前林山東光寺の末寺であり、その一寺をとって寺法を当然寺とした。文明五年、松橋流の新言密教を伝えられる。 遠方6年、町の大火によって、仮乱が消失し、その後復興された。現在の本堂は、昭和58年年3月に建てられたものである。また、客殿及び育は、平成5年に建てられた。釈迦如来座像本堂の前には、銅像の高さ5尺4寸の釈迦如来座像が露座する。頭部、大部、両肩、両脚部をそれぞれ別に鋳造して組み上げている。 両手両首も別ついで居かけする。台座も同時期のものである。通り方の同意を期し、全上院を結んで結果不座する。台座正面に、元六八年と聖徳四年の年と、男女一人ずつの法名が刻まれており、釈迦如来座像は、この時期に造留されたものと考えられる。江戸時代後期の文化年間に、 江戸幕府道中奉行所によって作成された日光街道の街道絵図の二例軸の部分に当然時境内に濡れ仏として記載されているが、それに該当する仏とされる。宝冠釈迦如来座像寄せ木作り、失白、玉眼貫乳、高さ32.1センチメートルの宝冠釈迦如来座像が祀られている。高田草を言い、聖地な混同性宝冠をいただく。 通り方の同意を起し、全上院を結んで結果不座する。このような奉還、釈迦の形式は、釈迦が奉還をつけていた王子時代の姿とされ、14世紀以降、全州寺院を中心に成功する。政策は南北朝時代で典型的な因波の作例である。弘法大師、公共大師座像本堂内には、弘法大師、公共大師座像が祀られている。 工房大師座像は、余石作り、彩色、玉眼貫入、高さ47.3センチメートルであり、延長に、胴衣の上に裟をかけ、右手は、胸の前で手のひらを内にひねって、ご古書を持ち、左手は、膝の上で年次を取る。製作は、室町時代後期と考えられる。公共大師座像は、延長に、胴衣をまとい、両手は、胸の前の衣の中で組み、 結果不座する。政策は江戸時代前期と考えられる。本堂から約500メートル北西に離れた場所には中山観音堂がある。中山観音堂は奈良時代の天平11年に元神王将が下谷国の薬師寺から11面観音像を持ち込み暗示、解散したとされる。その昔、中山観音堂周辺には湿地帯が広がり、巡礼には 船が利用されていた。湿地帯で地盤が弱かったため、大雨などによる洪水被害がたびたび発生した。その後、周辺地域の干拓、宅地化が行われ、本堂を現在の当然寺本堂の場所へと移し、観音堂と石仏の実が残された。観音堂は木造平屋建て、工業造り、道板吹き、桁雪三県、張間三県、 正面一見後輩府、後輩乱馬には竜、木花には獅子の彫刻、外壁はベンガライロを基調としている。佐島万三33観音霊場第8番、札所であり、観音堂に祀られている十一面観音像は、見年に御開帳される。また御開帳期間の中栄港には、本堂から中山観音堂まで地後行列が行われる。中山観音堂の境内には、 栗から不動と呼ばれる竜を掘った石仏家がある。観音堂の前に湧水池があり、干ばつの時には池の水をきれいにして、雨乞いを記念すると、たちまち雨が降ってきたという雨乞い信仰があったことから、水神として石仏家が作られたと考えられる。なお、現在の湧水池は観音堂右手の場所に移設されている。 観音堂の裏手には、中山観世音古墳と呼ばれる直径20メートル、高さ3メートルの円墳があり、古くから霊地とされてきたことが考えられる。また、孫のために日産を行っていた祖母に母乳が出たという伝説があり、安産、子育て、母乳祈願にご利益があるとされる。境内の母大樹が平成4年年1月24日、茨城県指定文化財に指定された。 境内の菩提寺は、推定樹齢500年を超え、高さ14メートル、太さ2.5メートルの大木である。6月末頃から7月にかけて、淡い黄色の花が咲き、見ごろを迎える。当然寺境内には、三部神社の境外接者がある。ありがとうございます。